This shit is super raw. はい、皆さんこんにちは。ジムトレーニングを始めて今で3年が経ちました。なのでまだ3年生です。いわば赤ん坊みたいな感じですけど、この僕が、この3年間もうマジでやってきました。はい、甘えることもなく今までずっと真剣にやってきて、このトレーニングする前とこの3年後何が変わったかで、これをね2時間ぐらい何が変わったかなと思ってずっと考えていたら16個ほど思い浮かぶことがあったので、今日はこれからシェアしていきたいと思います。はい、これはあくまでも僕の、見解であって、また他の人とは全然違うかもしれません。自分が、経験して得た部分だったり、逆になんか失ってしまったものだったり、様々思い浮かぶことは全てこのエピソードでシェアしていこうと思っているので、よければ聞いていってください。はい、去年フィジックの大会に出て賞をもらったりとかもしました。で、今年は大会の予定は今のところありませんが、体の調子は結構整えて、もう夏が結構近いんで、ちょっとね絞り入れるためにも最近ダイエットはやってます。はい、ちょっと項目が多いので携帯で、はい、確認しながらいきます。まず一つ目はもう体が大きく変わったっていう、まずそれです。はい、トレーニングする前の体重74キロでした。で、今現在が87キロです。はい、だいぶ増えたね。わお、すごいな。それぐらい見た目も大きく、以前に比べると変わりました。そして二つ目。二つ目はやっぱりこういうトレーニングを始めて、ただ筋トレが好きでやってるだけではなくて、やっぱり本気で、どうやったら筋肉がつくかとかって結構自分でね、調べ始めるんです。特に大会に出たいとか、本気で、体を作りたいっていう風になると、多分大抵の人は調べると思うんです。サプリメントのことだったり食事のことだったり、どうやったら筋がつくかっていうことをね調べるんですよね。そこで結構一般的にはないような知識が結構ついてきます。どういうふうにして筋肉をつけるのか、そしてどうやって脂肪を落としていくのかとか、食材のことに関してはこういうものにこういう栄養があるからこういうのを取った方がいい。だいたい商品のこう裏を見て、成分見なくてもなんとなくどれぐらいのタンパク質があってとか、どれぐらい脂質があっていうことがなんとなく分かってきます。で、さらに、こういった食事、例えばチキンとか、僕らだったら結構タンパク類をね主に食べることが多くなります。で、それだけだとやっぱり不健康になるので野菜を取ったりとかっていうバランスをちょっと考えると、以前よりも食事とかサプリメントに関しては詳しくなりました。で、その3番目が今先ほど言ったことに近いんですけど、自然と健康的になります。はい、これはやっぱり先ほども言った食事のこと、ただタンパクだけ取っていてもやっぱり体のバランスも良くなくなるので、で、タンパクだけ取っても吸収が悪いので、それをこう補うサプリメントだったり食事のバランスだったりっていうことを考えると、トレーニングする前っていうのは本当に全然食事のことを気を使ったこと実はなくて、で、僕ダンスをしていて結構ね周りから聞かれることが多くて、何を食べたらそんなんできるんですかみたいな。実際ね何も考えてなくて本当好きなものを食べるっていう、で、好きな時間に好きなものを食べるっていう感じだったんで、結構ねひどかったです、僕の食事の、はい、リズムっていうのは。で、特に夜中に練習することが多かったんで、夜中朝5時とか6時に帰ってきてそこからご飯食べたりとかで、練習前にもご飯取ってるんで、オールナイトでご飯をね食べるんです。はい、結構不健康な食事してました。ただやっぱり動いてる量が多かったんで、そんなに太るとかっていうのはなかったんですけど、食事に関しては本当にね、変わったっていうところで健康的になったと思います。四つ目、服装が変わる。はい、もうこれは体型が変わることによって服装が変わります。そして、やっぱりジムに行くことも増えるので、ちょっとね、僕個人的な意見ですけど、ちょっと地味になりました。だいぶ地味になりました。はい。普段なかなか遊びに行くっていう時間も、普段取っていなくて、外に出るって言ったら、仕事で出ることとか、ジムに行く時とかっていう感じで、結構ね、服装が地味になったかなと思います。で、今まで持っていた服とかが、ちょっとこの体型に似合わなくなったり、着れなくなったりっていうことがあって、服装は変わりました。
まあ、最近その服装が地味なのでちょっとねまた戻していきたいと思ってます。はい、もともと服がすごい好きで自分でリメイクして服作ったりとかよくしていたので、まあその頃に戻って今のフィットネスの服でないようなものをちょっと自分でリメイクして、まあ今までやっていたことが最近できてないんでちょっとね面白いことをねやっていきたいと思ってます。はいはい、5つ目、これはもうまさしく、まあ、継続は力なりということが明確にトレーニングを通してまたなりました。はい、これは本当に年数がかかるもので、まあ、この先もっと続ければこの努力が続ければだもっと大きくなると思います。はい、ただやっぱこれに根気がいるし一時のテンションであってもねそんなに変わらないです。なのでやっぱり継続は力なりっていうのをこのまだ3年で全然ね赤ん坊みたいなもんですけどこれは、まあ、自分がやっていてすごく感じることです。はい、習慣の大切さを学びました。これはまあトレーニングをすることによって習慣づけていかないと本当トレーニングってうまくいかなくてこのね習慣づけっていうことが僕は結構大きなことかと思います。まあ、日常、まあ、朝起きてご飯食べて、まあ、仕事行ってとかっていうリズムがある中でトレーニングっていうリズムを入れていかないとやっぱり1週間に1回2回とかっていうトレーニングではないので僕に関しては結構ね最低でも週4とかはやってるのでそれ考えると習慣づけることによってモチベーションも保たれるし体も変わっていくスペースがやっぱ早くなるので、まあ、習慣づけることの大切さがすごく分かりました。7番目、これはやっぱり出会う人が大きく変わります。で今まで僕はまあダンスやっていて、まあ、出会う人っていうのは基本的にはダンス関係だったり、あと、まあ、ちょっと芸能関係の人も結構、いてますが、で、このトレーニングを始めたことによって、また出会う人、それですごく繋がる人が変わったっていうのは、大きな財産かなと思います。このコミュニティっていうのはすごく楽しくて、みんな本当に真剣な人が多くて、中途半端にやってる人っていうのはやっぱりジムに行っても合わないし、本当に真面目な人も多ければ、体できてる人っていうのは本当にそのフィットネスっていうカルチャーが本当に大好きで、やっぱりそういう人と話が合うっていうのも楽しいし、出会う人がすごく変わったっていうのは大きいですね。8番目。これはもう完全に僕に関してです。はい。まあ、YouTube を始めた最初、まあ、ブログというスタイルからフィットネスになり、今、まあ、僕に対するイメージっていうのは筋肉 YouTuber みたいなイメージがついたところが、まあ、僕に関してはここは変わりました。はい、まあ、これはねやっぱりこうやって普段僕がやっているようなこととかレクチャーとかいろんなことをこのチャンネルでシェアしているので、まあ、イメージがね筋肉 YouTuber っていう感じに変わりました。まあ、ちなみにこれは僕がこの上げているこの経験談から話しているのでご了承ください。はい、9番目、自信がつくことです。はい、この自信っていうのはいろんな意味でも言えますがまず一つ男として自信がついたと思います。はい、やっぱり体が大きくなったり力がつくことによって男らしさがすごく増すっていうのは一つ言えるかと思います。はい、なので服装もそれで変わっていったっていうのもまあ少しあるんですが一般の男性に比べると力もすごく強くなったしさらに体が変わったことでまあそれが自然と自分の自信につながってきて、まあ、ずっと続けてこれてるっていうこともプラス自信なんですがこの10番目は日々のモチベーションが増えたっていうことですね。まあ、体を鍛える前はまた違うところにモチベーションがあったんですけど、まあ、このフィットネスを始めることによってまた違うところにモチベーションができてそれが日々の楽しみでもあるし活発的になる理由の一つかなと思います。何がモチベーションかっていうとやっぱりそれだけフィットネスに対して本気なので、まあ、体をどうやったら、まあ、かっこよくできるかって頭使わないといけないしトレーニング行くときにはやっぱりモチベーション上げていかないとトレーニングはなかなか気持ちいいトレーニングできないし、まあ、いいトレーニングした日はすごく気持ちいいしもうこれの日々繰り返しなのでトレーニングする前にはなかったこの気持ちっていうのが、まあ、この10番目に上げるとしたらこのモチベーションかなと思います。11番目、これはねお金がかかるっていうことです。はい、もうこのコストに関しては正直トレーニングし始めてすごくかかってはいます。まあ、まずジムに行くお金だったり食事そしてサプリメントに、お金がかかります。はい、これは正直ね避けて通れないというかそんなに体を大きくしようっていうことが目的でなければお金はそこまでかけずに自重トレーニングだけでもできます。で僕の場合は自重トレーニングを普段してますが体を大きくさせるっていうところではジムに行ってウエイトを扱ったりもします。なので食事のことだったりやっぱり食べないと体を大きくできないので、食事だったりさらに
サプリメント、はい、これはね避けて通れない壁なんですけど、まあ、これは必然的にかかるところで言うと11番目にしました。はい、では次12番目、これは外国人にモテるです。はい、で今僕が現在付き合っている彼女は外国人ですが、これは関係は正直ないです。今の彼女と出会ったのはもう4年も前なので、トレーニングする前に出会ってますが、まあ、特にアジア人で体ごつい人っていうのはすごく少なくて、世界的にも、まあ、身長だったり骨格的にもやっぱり他の欧米の人に負けるところはありますが、まあ、僕みたいに鍛えてる人っていうのは人数で言うとすごく少なくて、で海外に行ってる時に結構ねやっぱり見られることが多くなったとか、アプローチを受けることも多くなった気がします。はい、もうこれは完全に体鍛えてるからかなと思います。まあ、一つあったのは、まああまりこれ話すと長くなってしまうのでめちゃくちゃ手短に話しますけど、まあ僕以前ラスベガスに行った時に、まあ、スーパーに行ったら、まあ女の人が僕を見てなんか話していて、二人組でなんかあれ俺のこと話してんのかなって思って、でまあそっから、まあ、お店に出て、まあ、僕彼女その時いて、で先に出て、ま、彼女を待っていたら、その噂をちょっとしていた、まあ、二人組の女の人の一人が僕のところに来て、あなためちゃくちゃホットなんだけど彼女いるのって言われて、で、まあ、俺はあそこのスーパーにいてるよって言ったら、ああじゃあ写真もう撮れないよね、写真だけでも撮ってほしいって言われて、で写真と思って、いや別にまあまあいいけどって言ってたら、ちょうどまあ彼女が出てきて俺のとこ来た時に、まあその話しかけてくれた女の人は、あちょっとなんかあ気まずいからもういいよってありがとうって言ってさーってどっかに行きました。まあ時はタンクトップ着ていて、結構筋肉質も見えたと思います。はい、ただのヒョロヒョロの僕には多分声かかってなかったと思うんで、まあそれは一理あるのかなと思います。わからないですけど、まあ一つ言えるのは筋肉あった方が確実に外国ではモテます。はい、はい、次は筋肉というワードにすごく敏感になるです。はい、もうこれどういうことかっていうと、まあ、日頃テレビとか、まあ、日常会話とかで筋肉っていう言葉を聞くとんみたいな、筋肉んみたいな、もう自分の頭でずっと筋肉っていう多分ねワードがね働いてるんでしょうね。もうそれをいつも大きくするために頑張ってるんで、筋肉って言われると別に自分に対して筋肉とかじゃなくて、なんかの会話で筋肉みたいなねちょっと敏感になる。もうこれを入れてよかったのかなと思うぐらいね、はい、次行きましょう。女性のタイプが変わるっていうことですね。今までまあ自分が好んでいたタイプとはちょっとねトレーニングを始めて変わりました。これは全員に当てはまるかわからないですけど、まあフィットの人をし始めてから今まで別にちょっとねお腹がズボンに乗るようなこととかそこまで考えたこともなければ気にもしてなかったと思います。ただやっぱりフィットネスを始めて自分の彼女がもしちょっとお腹がたるんでズボンの上にこう脂肪がね乗っているのとか見たら多分すごい低いかなと。これはやっぱり自分日頃まあ肌鍛えたりとか、まあ、体脂肪率とかっていうことを考えているので、もう何もしてないだらけた体っていうのがなんか見れなくて、多分そういう意味で体型に関して好みが多分変わったと思います。はい、次は目標が増えるということです。はい、もう常に目標がねできるんです。体を鍛えてると自分の強みの部分だったり弱い箇所だったりっていうのが分かってきます。でそれを強化するっていうことを常に見つけるので目標ができるんです。でこういうことをやってる間に例えば夏場にある大会に出てみたりとかすることによってさらにまた大きな目標ができるので、日常に目標がたくさんできるっていうことが一つ言えると思います。そして次、これは筋肉の名前を覚えるっていうことですね。用語ですね、用語。フィットネス用語だったり、まあ、体の筋肉のパーツの名前、まあ、一般的に知らないような名前とかっていうのも自然と覚えていきます。トレーニングをずっと続けていくと自然的に知っていくし、鍛えたいと思った筋肉の場所の名前がわからないと自分で調べたりもできなくなるので、まあ、そういったところも詳しくなります。はい、というわけで今回まあ、3年目にして、やる前と、3年後、まあ、どういった違いがあったかっていうことを16個ほど上げてみました。で今回のこのエピソード面白かったと思ったらいいね残していてください。そしてあなた の体験談も良ければぜひコメント欄にください。はい、まあ、トレーニングをし始めて良くなったとことか逆にデメリット
とかあればぜひ書いていってください。そして僕が制作した、フィットネスウェブサイトがあるのでよければチェックしてください。はい、そしてこのチャンネル登録してない人はぜひしていってください。というわけで今回のご視聴ありがとうございました。ではまた次のエピソードで会いましょう。さよならの前に、はい、次のエピソードは僕が普段使っているイヤホンレビューを出そうと思ってます。イヤホンだったりヘッドホンだったり、まあ、トレーニングとかスポーツで次のエピソードで出すのでよければ見てください。さよなら。With the